こんにちは、トコチャンネルです。今日は、セリアさんと新しくオープンしたドンキホーテさんに行ってきましたので、購入品紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず何から行こう？あ、全然ね、ドンキもセリアも関係ないんやけど、伏黒キュンのね、ルカップさんのフィギュア届いたんで、ちょっと紹介。ちらっと見せるだけね。伏黒キュンやでね。で、まずはどっちから行こうな？ドンキから行こうかな。ドンキで、まず、海苔が、スティック海苔が30円で売ってたんで、24本。ちょうどね、これ、こう、くっついてたから、あ、この塊でいいやって、買ってきちゃった。バカだね、相変わらずバカ買いしてるねって、自分で自分をそう思いながらね、バカ買いしたなって。それから、これは一目惚れ買い。回るペンスタンド、マイメロちゃん、開けます。もうね、使いたくて仕方なかったの。早くね、撮影して早く使いたいと思ってたの。いろいろ、他のキャラの子もいたんだけど、私はもう、マイメロちゃん一択。キティちゃんもあったかな？でもマイメロちゃん一択。ね、こう、もう、くるくりくり。今ね、あ、今んとこ置けるかな？ちょっと片付けて置けるようにしたいと思います。便利でしょ？回る方が。いろいろ小分けできるし。結局今ね、1、2、3、4、5、5箇所ぐらいで分けてるから、まあもちろん海苔とかはね、手元に置きたいから、ちっちゃい瓶ちゃんに、瓶ちゃんで瓶に入れようと思うんだけど。かわいいでしょ、こう、絵がこう、回るの。よいしょ、よいしょ、よいしょ、これ。ね、もう一目惚れ。買いと思って買いました。箱も取っとこうかな、かわいいから。で、それから、この前ね、交換便でいただいた、ハトムギ化粧水、買うよって言ってて、本当は違う店で見てたんですけど、値段一緒だったんで買ってきました。毎日たっぷり水分補給。売上本数5年連続ナンバーワンってどこのなんだろうね。アットコスメじゃないよね、これ。一緒アットコスメかと思ったけど。うん、でもまあ、よかったね。ゲルの方は買ってこなかったんですけど、でもね、横に売ってたね、この、バカみたいにでかいね、ハトムギ化粧水もね。同じ値段だったので、前、悩んでたって言ってたでしょ。あ、もう、両方買って使ってみようと思って、こっちはもう良かった。間違いなく。なんていうの？しっとりした。さっぱり、さっぱりっていうか、さっぱり、結構しっとり、しっとり感じ。これどうなんだろう？化粧するときに、さっぱりがいいなと思ったから、これ全身、潤うだから多分全身に使っていいんだよね。化粧水部門第1位って、どっちが第1位なのと思うんだけど。あ、5年連続1位。これは5年じゃないってこと。しっとり持ち肌って書いてあるけど。まあ、バカバカ使えるってことでね。あ、どっちも500円。こっちが550円って、こっちが495円の消費税だから。え？ 545円ぐらいかな。うん。それほぼ一緒でしょ？量は、500と1リットルだから、500ミリリットル1リットルだから。試して買うにはちょうどいい。あ、ちょうどよくないか。めっちゃ量多いぞっていう話だけど。まあ、それをちょっとね、ドンキさん。あとね、ドンキさんで今、手元にないんだけど、トイレのね、流すタンクのところにこうやって置く、なんだっけ、置くやつあるじゃん。あれの、ドンキさんが出してるのかわかんないけど、なんか、こう、下のケースと、詰め替え、用の2個付き。で、それが2セット買うと300円。1個あたり150円で売ってたから、それも買ってきた。それ以外にももう食べちゃったけど、チョコレートとかね。ちょっ
ょっとこの子はね、この子は使うからいいけど。で、まあ、正直最近ね、ノリね、何でもいいやと思ってるんですけど、ぶっちゃけ。なんだっけ、鬼滅系のノリ使った時も、この強力のノリスティック使った時も、むく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 、これこれこれ。これ使ってる時もそんなにね、違和感ない。これがまあ、ネチャネチャそれぐらいかな。うんね、でもね、これね、シワになりにくくしっかり接着って書いてあるのよ。で、30円なの。安くない?で、これももちろんいいんだけど、これもサイズ使いやすい。これが回るって、どっち取るの?あ、回るってことは、回しで取るってこと?違うね。引っ張って取るんだね。歪んじゃったよ、力入れたら。そうそう、これ、うん。ちょっとね、使ってみるのいいかなと思って。よかったらまたね、この単位で買い足してこようかなって。いや、だってさ、100均でさ、2本とか3本とかで、いや、さっきのシワなしピットは1本100円だし、ダイソーのよく2倍粘着だかなんかは2本で100円でしょ?これ1本30円だからさ、こっちの方がコスト安いじゃん。ね。いっぱい使うからこういうものをちょっと買っとかなきゃ。いいっしょ。めっちゃお気に入り。では、次。セリアさん。まず、ハンガー、この前白かったのになんで色変えるんだっていう話だけど、うん、気分的に変えてみた。これも早く使いたかったから、早く撮りたかった。もう向こうへパイ。もう、服を着てるね。寝室に服あるから、そっち持ってる。で、ずっと探してて見つからない耳かき、仕方ないから買ってきた。ここのね、部屋の耳かきはあるんだけど、寝室の耳かきはなくて、探して。で、あとね、これ、いわゆるシュシュ、リボン付きのシュ、今髪の毛長いから束ねようかなって思ってて、で、買ったんだけど、あれどこ行っちゃった?また別物紹介しようと思ったら、消えたわ。グレールさんでさ、シュシュ買ったのね。どこ行っちゃったよ。さっきまでここにスタンバって用意してたのね。すぐね、そういうことしてなくすやつだね。それとね、そんなに変わらないと思って買ったんだけど、やっぱ向こうは990円したから、あ、もうちょっと安かったかな。やっぱりちょっと違う。向こうはね、これリボンもついてる。けどね、私髪の毛少ないから、これぐらいがちょうどいいかもと思って、2個買ってきました。髪物にも関係ないもんだったね。もうそろそろ紙物行こうか。紙物っていうか紙物なのかな?紙物に入れていいのかな?え、どこ行った?もう一個。あった。これね、ペットマドレーヌカップ熊型。マドレーヌ作りたいわけじゃなくて、最近、妙に熊に凝ってるじゃん?私、知らないよね。なんか、熊に凝ってるの。で、これをさ、伸ばしちゃって、で、これ、型でカットしたら、熊の顔の、飾れるの作れるじゃんと思って、あ、かわいいと思って買ってきたの。あと、熊の絵の勉強中だから、こういうね、熊の絵のものは、いいかなって。うろうろして何見てんだって。これ、こういうのね、うろうろ、あ、右肩が違った。
うろうろしてね、あちゃこちゃ見てたら、病院の日だ、もちろん病院の日なんですけど、予約時間過ぎちゃってて、あらーと思って。電話してごめんなさい、四日市なんですね、四日市にいるんで。今すぐ迎えます、ちょっと遅れますって。あとね、ペーパーストロー。かわいいチャンネルさんのワゴン車を作って見えて、その時にペーパーストローを使われてたんで、すごい可愛いね。ピンクと白のストライプの。可愛いなぁと思って見てたんだけど、これしか売ってなかったから、とりあえずこれ買ってみた。最悪色ピンクに塗っちゃえばいいからね。どんな性格、あとね、じゃんじゃんって言いますけど、これ。ミニボトル系ね。これ同じサイズ。ちょっと長めで。前、ダイソーさんでこれ、新米の買った覚えがあるんだけど、ダイソーさんでね。よいしょ。これダイソーさんで買った新米のね。同じサイズだよね。30ml だから。うん。新米サイズ。これ何にしたいかっていうと、また可愛いチャンネルさんの話になるんだけど、そう、ボックスをね、作ってみて、それを作ってみたいって思ってて、で、まあ、その作った時に詰め、こういうのにね、ちょっとしたものを詰めてたから、あ、可愛いよね、こういうのに、ボックスで詰めるのって思って、で、いろんなサイズを買いたくて買ってきました。はい。あと、こういうのにね、ちっちゃいのに、詰めるの可愛いかなって、松ぼっくりのちっちゃいのも買ってきて。で、これは、毎年見かけるスパンコール。とりあえず、クリスマスのちょこっとだけ、本当にね、売ってるの？売ってないの？っていうレベルでね、置いてあったの。買ってきた。これもそうだよね。これも、もうこれね、ほとんどなかった。みんなもう買ったの？と思って。アプリケ。サンタさん2つと、神社クッキーとツリー。みんな早いよね。出たらすぐ買いに行くのかな。あ、で、全然関係ないこと、買い物関係ないんですけど、うちカーテンフックがね、カーテン開けた。寝室のカーテンずっと開けれない状態でずっと閉めてたのね。で、久しぶりにこう、断捨離したから、パッと開けたら、フックは全部バチバチバチと折れて、劣化で。なんで、もう劣化しない、この、金のね、カーテンレールが見えるタイプって書いてあるけど、見えていいよ、私は別にと思って、これ買ってきた。カーテンと、レースカーテンと両方ね、変えてやろうって思って。それから、ボタンっていうかパーツ、そのボックスのね、パカッてあげるところのこのマグネットつけてるんだけど、その上っ側に当たるところにこういうボタンつけて、ボタンかな、ボタンっぽいのつけてたから真似しようと思って、であとちっちゃいのも売ってたからなんか飾れるかなと思って買ってきました。あとクリスマスの、これ去年も買ったと思うんだけど、ハートのオーナメントのね、買いました。クリスマスのとこ。で、次が、アホーっていいな、いいなって、いいなって言って。またね、ドライフラワーね、アホほど。1、2、3、4、動くかって言った。何したいかっていうとね、一つは家に、玄関に飾るんだけど、あ、4時5時6、飾るんだけど、これどっかからいいか。飾るんだけど、あとはね、お裾分けに入れたいなって。
そのボックス作った時とかにピッて入れると可愛いかなって思って。まあ、これ可愛かったんで、このピンクのファーっていうのかな、なんていうの、この猫じゃらしみたいなの。なので、ある時に買っとこう。まあ、どうせなくなることもあるからかと思って。で、可愛くないの入れるの嫌だったから、ちょっとこれ、バラバラになりそうなんで、別のとこ置いときますね。で、あと、熊型フォークピック。これもね、ボックスにピッて入れると可愛いかなって。あ、これ全部一回履けた方がいいね。はい、じゃあ、チェンジします。トコチャンネル。はい、続きまして、こちら。これ、前のバレンタインかなんかの時に買ったんですけど、この前荷物移動してたら、欠けてたんですよ。なので、もう一回買い直しと思って、売ってるかなと思ってたんで、買い直しときます。買い直すって何と思う。で、次、こちら。じゃん、シャイニーループガーランド3メーター。キラキラなんですけど、すぐじゃないんですけど、ポケットレターをね、試しに作ってみる。一回作ったことはあるんですけど、一回目の時はね、本当どう作っていいのか全くわからなくて、悲惨な状態だったと思うんですよ。なので、今回ちょっとね、いろんな人の見て、作ってみようと思ってるんですけど、これ見たときに、穴開いてるじゃないですか。ルーズリーフかなんかにペッて入れれるようになってるんで。あそこに、最初はリボン。オーガンジーか、サテンのリボンで編み上げて上でリボンしようかなと思ったんですけど、光物好きだから、これいいなと思って、そういうのちょっと使ってみようかなと思って買ってみました。光物大好き。あ、さっきの木の続きかな。この木のね、ミニスプーンも買いました。これもね、お酒にリボンつけて、やろうかな。前のミニスプーン買ったのと同じ要領でね。何からいこうかな。あ、先にこれ曲がっちゃってるから出しちゃおう。ホログラムシート、またね、4種類1個ずつ追加しときました。いつなくなるかわかんないんでね。それと、前にね、買ったんですけど、便箋。懐かし通りの。2個か3個か買ったんですけど、記憶なくて、4種類売ってたんで、4種類とも買ってきました。今回ね、ファイル作るときにね、これのメモ、どうだったかな？これのメモを使ったのかな？うん。これね、普通にお酢だけにも使えるけど、横長ファイルの表紙にも使えると思って、買ってみました。それから、あとね、いいなと思ったのが、これ。クリアカットシート。折り紙サイズの、多分OPP 袋みたいなやつだと思うんだけど、厚みとかね、書いてなくてよくわかんねえやと思いながら買ったんですけど、私、こう、上下に引っ張り出せるやつとか、するときの仕掛けの中身に、OPP 袋をちょきちょきして使ってるんですけど、これ、そのままカットしたら楽じゃないと思って。あ、結構ね、1枚がね、よいしょ。あ、2枚出したわ。しっかりしてるって言うんですよ。あ、でも1枚でも結構しっかりしてるかな。そういう小技のね、時のように、あったら便利かなーって。いつもさ、分解して使ってるから、そんなことしなくてもって。あと、シェーカーとかの、まあ、シェーカー袋これで作ろうと思えば作れるだろうし、まあ、あれは袋になってるのが便利かもしれないけど、シェーカーの、なんていうの？例えば平袋に丸い穴開けて、そこをね、シェーカーにしたい時とか、まあ、要は、でもあれも袋使うな、私。
な、まあ、な、なんかね、そういう、フィルムをね、貼りたい。例えば、平袋で、フィルムをね、貼りたい。透明にして、一箇所だけつけるようにしたいとか、入らねえよ、これ。そういう時にね、使えるんじゃないかなって、思って、全然入ってくれない。めっちゃイライラする、君。出したらもう、入れれんのかい？入った。カンカン。なので、二つちょっと買ってみました。あとね、ダスティからくすみ色ね。と、クラフトペーパー。これなんで買ったかっちゅうと、今度単純な封筒作りしたかったの。で、用2だと多分 16.2 だったかな、幅が。これ15センチしかないから、用2のサイズほどまででかくはないんだけど、しかも私両面テープで貼ろうとしてるから、さらに1センチ縮んで14センチ幅の封筒になっちゃうんだけど、なんだっけ、のりしろ作る気ないから。簡単に作る。でも、スタンプをしたかったから、こうシンプルな色紙が欲しくて、買ってみました。一応ね、ちょっとだけ目的があったの。あとね、クリスマスの時のチュールの、なんか使えるかなっていうので、ちょっとチュール、どんだけのサイズなんだろう。何にも考えずに、15センチの2メーターもあるのね。買ってみました。まあ、多分これ使うのは、なんだっけ。スタンペリアとか、グラフィック45とかのペーパーじゃなく、普通に A4 のデザインペーパーの時にね、使えたら使いたいなって。いや、でも、グラフィック、そういうスタンペリアとかのもんでも使うかな。チュールのポケットって可愛くない？単純に。で、これなんか新しく出たクマちゃんのシールじゃん。じゃん。4種類。クマクマ。じゃん。買ってみました。それから前ね、ニュースペーパーの、この2種類あるよねって言ってた、こっち、多分この辺にあるんじゃないかな。この辺にって言ってる、この辺に。なかなか出せないんだけど。多分ね、あった。これ。これニュースペーパーの、茶色い方なんですけど、の、白っぽいのをね、もう1個あるはずだって言ってたら、あったから、白っぽいの2個買ってきました。これはね、もう売ってなかった。売ってたら1個欲しかったんだけど、まあ、これ2個とりあえず。ゲット。あなたにもとこって言ってね。それから、アホほどまた買ってきたのね。貧乏。あ、ちなみにサンタさんのピックも見つけたんで買いました。サンタさんファイルに、どっかにチョンって突き刺さろうと思って。もう一個あんない、もう一個あんない、どこ行った？もう一個どこ行った？あなたは違うけど、先にこれでしょ、これ。これね、多分クリスマスのブロック面持っとると思うんやけど、買っちゃった。不安になって。新しく出とったらどうしよう。新しいデザインやったらどうしようみたいな。そういうね、不安に駆られるのは私。すぐに。不安になるんで、ちょっと待ってね。今ね、メモ用紙を出そうとするんだけど、あった、こんなとこにあったわ。次ね、ちっちゃい、またメモ用紙買ったんでましたけど、国家の洋菓子店。で、折り紙であるあったよ、つって買ってきたんやけど、それのね、メモ。多分これがメモやと思うね。なんかケーキのメモ可愛くない？普通に貼り付けるのにも使えそうと思って。全部ね、こういうケーキの持ち出の箱なんやけど、とりあえず柄見せるのに恨むというね。こっち逆や。
可愛くない可愛くないこれ。その、なんていうの、メモ用紙としても可愛いかもしれんけど、なんかこれね、チュッ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 って切って丸にね、ペッて飾るのにもいいかなって、単純に思って。ああ、めっちゃ眠くなってきた。朝やのに。なぜ朝やのに眠くなる？で、続きまして、あ、懐かし通りのね、マスキングスティックシール。うん、買ってきた。そんなに趣味かって言われると趣味じゃないんやけど。また趣味じゃないんやけどって言いながら買っとるやろ。そう、私は趣味じゃなくてもなんか、お裾分けに入れたら、こういうの好きな人おるかなと思うとね、買ってしまうの。性格的に。どうしよう。これちょっと後にしようか。この辺行こうか。この辺行こうか。あの、星のね、グリッターステッカー。結構使いがあってよかったから、あの、追加して買ってきた。人にやるよとか言うんじゃなく、自分で使うように。で結構ね、今回シール系っていうのかな？シール系シール系ちゃうよ。あの、シールね。デコレーションシール系っていうのをね、ちょっと、ちょろちょろっと買ってきました。まずは、どこまで？ここまで行こうか。前もね、多分買ったような気がするんやけど、白っぽいの。何これ？こんなとこになんか一個ついとるよ。気づかんかった。お得感ありな、これ。まあいいや。のね、こういう、形、いろいろ。これは多分一緒の形じゃないけど、色違い。を買ってきます。え、これ何本とも。と、一緒。で、次は、ジェムストーンシール。こっちは蝶々さん。で、こっちはお花さん。で、ちなみにこれの蝶々さんが見当たらんくて、これのこっちの色はあったんやけど、どうせなら形違う方がいいなと思って、違うの買ってみて。で、あとこのでっかい、ドロップシール、ダイヤモンドドロップシールって書いてある、これ。こんなでっかいの使うんかと思うの使うよ。買ってきました。で、ジュエリーシール。これとこれは一緒かな？一緒で。ちょっとちゃうね。あ、ちょっと違うね。一緒かと思ったらちょっと違った。でもここぐらいいっちゃう。違うの。色が。ね。まあ一緒かなぐらいな感じ。あ、ちょっとやっぱ違うな。こんな感じのね。三つ買ってきました。で、デコレーションシール、これ。前となんか色、昔買ったのとちょっと違うなと思って。なんでこんなに歪んどんの？うん、買ってみた。いいかも。一個ずつ剥がして使うんでね。ああ、また関係ないもので。イオンマドラあ、これをクリスマス用のベル買ってきました。何使おうかなと思いながらも、何も考えやんと。あ、もう一個、なんかある？あとね、なんだっけ、ロリポップスティック。かわいくない？これもさ、こんなんと一緒にピッて刺したらかわいい。こんなんでこれね。刺したらかわいいかなと思って。ごめんなさい。これもう一個忘れとった。白の。あと忘れてなくて。大丈夫？混ぜてきたら入れてたんですか？あ、あとクリスマスのもう一個あった。ブリッキミニピック。なんかかわいくない？で、こういうピックにね、そう、かわいい。チャンネルさん、あの、なんだっけ、
引き揃いと巻いとったのを見て、私もそうしたいと思って。あとは、なんか、ピンセット。昔100均で買ったピンセットあんやけど、これまあ、先っちょがちゃんとしてない。で、まあ、精密用のっていうか、結構ちゃんとしたね。これはもう、きっちり、もう先細いできっちりつかめんやけど、これ折り紙系みたいな、細かいのに使いたいなと思って。で、こういうのをさ、一個ずつピッて置くのに、今ね、この水草用のやつやって、ここ滑り止めついてるんで、この先っちょ全然繊細じゃなく見えるやつだけど、これ結構いいのよ。これ多分ちゃんとお金出して買っとるやつやで。あ、じゃあこれハーバリウム用や。ハーバリウム用で買ったのかな？うん。よかったけど、これどうかなと思って。ちょっと買ってみた。さっきのこれちょっと使い方悪いもんでね。この代わりに。昔買った100均のないけど。さあ、じゃんじゃんいくよ。あとは、まずは、どれ行く？じゃんじゃん行くよって言いながら。どれ行く？これ行こうか。これなんていうタイトル？エラスティックレースリボン。これちょっとね、カバーがなかったもんで。てか取れたんかな？袋の中見ても、これだよ。破片っていうか、これなかったんやけど、買った時はついとったんやけど、家帰ってきたら取り取ってペローンって出とったもんで、ちょっと挟んだんやけど、このレースをね、ちょっと買ってきました。はい、またアホほど買ってくるよ。で、まあ、クリスマス用に赤緑のね、これ、サテン用のリボンなんやけど、1.2 幅の3メーターが一緒なんやな。アミファも一緒じゃないで、多分デザインが新しくなったんかな、わからんけど。これも買いました。もう見えないところ。で、また、クリスマス意識して赤緑。それ以外にも、この色好きやもんでね、結構使ったんですよ、ファイル作って。で、これちょっと持ってないなと思ったんで、これでね、買ってきました。いやー。大量に買ってきたんが、ちょっとどこ行った。え、もう一個なかったっけ？あ、私こんだけしか買ったの。またクリスマスを意識してね、緑のレースを3つと赤のレースを3つ。で、ゴールドと、シルバーじゃないんやけど、白なんやけど、これ3つ買ったつもりだったけど、2つしかなかったんかな？をね、ちょっと、買いました。で、最後に、金と銀の、メタリックビーズラウンドを買って参りやした。今年さ、ポインセチアの前みたいにでっかいんじゃなくて、ちっちゃい前もだけど、ちっちゃい台カットの台買ったもんで、真ん中にもしかしたら金とか銀とかの、その、台カットの紙じゃなくてね、こういうのをつけた方が見栄えええかなと思って、で、買ってきました。まだあったよ。あれ、これこんなけだっけ？もうちょっと買ったつもりやで。ですし、便利なレース。なんか困った。
ね、マグネットタックピース最後に、おう。5つ。このあっちゅう間に使うやん、これ。まあ、今回ファイルで使ってないで減ってないけど、作ったファイルにね。あの、使い出すとさ、めっちゃ、一袋あっちゅう間に減るんやし。せやもんで、あの、5つ、ちょっと買い足してきました。全部ね、10センチ、3センチ。これもね、あの、ふわむこさんの、この、ホログラムシートね、貼って。じゃんじゃん、じゃんじゃんって、見せたかったの。このね、ギラギラ、ギラギラわかる？見て貼ったんよ。これをね、したいと思って。買ってきました。あったー、白。やっぱり3つずつ買っとった。あったー。で、マグネットタックピース。上に置こう。見えへん。よっしゃ、以上ですかね。あ、以上じゃないよ。あと1個ね。粘土ベラベラを買ってきた。これなんでかっていうと、ダイソーさんのこの粘土ベラをめっちゃ愛用しとんやけど、もうね、なんか、ネットで見たら売ってなかったんよ。まあ実際ダイソーに行ってみたわけじゃないで、行けたら行こうと思ったんやけど、まあ、セリアでも粘土ベラないかなと思って、ダイソーさんのキティちゃんだかなんかの可愛いのになくて、先とんがっとんの、これ先とんがっとるけど、どうね、ここまでとんがってないで、どうねんね。あ、やっぱ絶対こっちの方が細いかな。これ、剥離できるかな。剥離章をね、めくるのに使いたいなと思って。あとはいらん。あとはいらんやけど、ぶっちゃけ。あとはどうでもいいんやけど。ね。そう思って買ってみて、ちょっと使ってみようと思ったんやけど。もうこれ、あの、この前先ちょっとパキッと折ってもたもんで、これ予備の一個で終わりなんよ。どうぞ。買ってみて、ちょっと使ってみようと、思ってます。この辺。映ってない。はい。ということでね、以上。なんだっけ。セリアさんとオープンしたてのドン・キホーテで購入品で買い物してきました。以上で購入品紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。